みんなお手本にしたというルネサンスを開花させたと言われるしてね、教会にみんな模写に行くんです。みんながあの模写に行った人なんですよ。そして1400年代の幕開けとともに登場したのが、特にフィレンツェのルネサンスはこの人に始まると言われて、後に続くボッティチェリとかレオナルドとかミケランジェロとかフィレンツェの画家はみんなお手本にしたというマサッチョ。この人は27歳で亡くなっちゃった。若い。27歳の若さで亡くなっちゃったんだけれども、この人がとにかくフィレンツェのルネサンスを開花させたと言われる人ね。教会にみんな模写に行くんで、このマサッチョのやつをミケランジェロが工房の仲間と一緒、先輩と一緒に模写しに行ってる時に、先輩の絵にお前下手だなって言ってぶん殴られて、だからミケランジェロずっと鼻が曲がってんでしょうが、みんながあの模写に行った人なんですよ、このマサッチョって。非常に人間らしい表現がまた一歩進んだっていうところもあるんだけど、これ聖アンナと聖母子なのね、マリア様のお母さん。この作品の結構画期的なのは、聖アンナおばあさんに書いてるんだよ。ああ、それまでは違うんですね。違うよ。成人年取らないから。だってマリア様とかだってずっと若いだろ。イエス様亡くなった時も若いだろ。いや、マリア様のお母様が同じぐらいの年はおかしいだろうっていう話で、この作品から200年後にカラバッジョがこれやって、ものすごく怒られて作品突き返されてるんだよね。この200年後でも、ちょっと怒られるような写実主義をマサッチョはもうやってるっていうとこですよね。もうどん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 人間っぽくなっていくわけですよ。この人はね、聖母子像もあるんだけど、俗に受胎告知の画家と呼ばれる画家なので、受胎告知の絵を見てほしいんだけど、フラ・アンジェリコですよ。フラ・アンジェリコのフラは、英語で言うとブラザー。修道士。で、アンジェリコ、天使のような、天使のような修道士というあだ名の画家ですよ。遠近法が進化してきてますでしょ。うん、このフラ・アンジェリコ。そして、遠近法といえば、この人を忘れてもらっては困るんですよ。当チャンネルでは人気のパオロ・ウッチェロ。はい。遠近法に熱心すぎて人間がおかしくなったし。遠近法に全く見えてなかったもう人間っぽくを超えちゃって。これイエス・キリストですか？これイエス様ですよ。これマリア様です。このお皿みたいなのは降臨ですからね。いやいやいや、この遠近法的にどう正確に書くかにばっかりこの人気がいってるんだよ。で、ほら、これ枠から飛び出し行動してるだろう、イエス様が。ここほら。本当ですね。遠近非常に熱心すぎて人物がおろそかになったと、同時代の人にまで言われた画家、パオロ・ウッチェロ。おろそかすぎませんか？おろそかすぎるんだよ。でも、これは、この時代には考えられなかった。